サスケ、もう今日おとなしく見てるつもりだったんだよな。なんでこの立ち作りあやちゃん、君の色、割り方、昨年使った娘、3曲続けてお聴きいただきありがとうございます。こんにちは、私たち、ヘイザーです。よろしくお願いします。では早速、一番から自己紹介お願いします。はい、見た目は小さくてもたくさんの思い、あなたに届けたい、リンダーこと、本田一郎です。よろしくお願いします。知らなくて
母さんのちゃんと管理を変えるという考え方で管理をとかしいな、ご飯みたいな。でまた猫、はい、猫多くね、猫ご飯あげないとやっぱり晩ご飯猫、ああ猫のお世話ってことか、はい、お世話ね、なるほど、そうですよ、ちゃんとねお世話で、はい、掃除したりとか、うん、はい、ご飯からの遊んだりとか、はい、からのお風呂とか、はい、お風呂とか、はい、お風呂とか、お風呂とか、あとブログ書いたりとか、ブログ、ああそうね、はい、ブログ書いたりツイッター書いたり、はい、してもう一回猫、はい。はい。
吉田丸だ。ニットキューペ2曲続けてお聴きいただきありがとうございます。ありがとうございます。あ、寂しいね。ねえ、寂しいね。あ、塊がないね。あ、やっちゃう今日。何をしたの？ブリッジしたら行きました。すごいね。すごい。すごい。
留中で、今保留中で、今ブームウォークを勉強してる。半年ぐらい前から自分で言ってた。いやブームウォークはちょっとかっこよくできないので、ね、何をしたい、ゆきちゃんは。私はあの縄跳びをしました。Thank you.
曲をお聴きいただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、私がある企画を持ってきました。メンバーの、ちょっと仲の良さを深めるために、このメンバーの、なんていうのかな、褒め方えよう、ビジネスパートナーもいるから。
DD DD クソ DD クソ DD でもさ、もうダメだ DD 悪いの作るけねえじゃあ、リサがいる、リサは、歌が上手いおー、ありがとうございますまともな言い方言ってくれてちょっと嬉しかった本気で嬉しかった歌が上手いね、はい、本気で上手いね、はい、うん、私はなんか山内さんの羨ましいところなんだろう、
かはここでアイドル前夜祭を行います。5月3日の歌は博多どんたく港まつりに今年も出演させていただきます。そして5、6はここで劇場公演があります。6日はあの大分ピオンモール別府でもイベントがあるのでぜひ遊びに来てください。本日は本当にありがとうございました。どんな感じ？ダンスもできる？なんか、うん、どうなんですかね。
国語と理科の話を使うね、リスナー、はい、ちょっと、はい、数学と社会と英語が苦手です。あ、そうなんだ、はい、教えてください、誰か、はい、でも私、理科教えてほしいかもしれん。お、本当ですか。できないですよ、全く。あ、理科は今どんな勉強してる？なんか、物の、釣り目っていうか、なんか物の押す力の勉強をしてます。はい、はい、力、はい、手元とかかな。いや、なんか、今まだ実験中なんですけど、うん、はい、次実験があって、なんか物を、なんか押したり引いたりする力が、なんかどれぐらいの強さなのかみたいな感じの、はい、実験します。そんなの分かんない。なんか理科の実験とかめっちゃ楽しそう。はい、すごい楽しいですよ。なんかスライムとか作ったりしました。スライム、授業で、はい、いいの。はい、なんかすごい、なんかのりみたいなのに、なんか液体入れたら洗濯のりに入れるんだっけ、はい、放射、なんか砂溶かした水、
ね、ユニット曲が変わったりコンベンションが変わったりちょっと面白かったんじゃないかなって思います。私たちなりに少し工夫しました。はい、はい、この後2回目公演もあるので皆さんぜひ来てください、はい、でさっきもお知らせしたんですけどゴールデンウィークはですねイベント盛りだくさんでここで2日は前夜祭アイドル前夜祭があり3日4日は博多ドーム100で出演させていただきます。そして5日と6日は劇場公演もあり6日は大分でイベントもあるので皆さんぜひ来てください。絶対行くよ。いけこれ小さいお待ちください。びっくりした、聞いてもらったけど